ジャンボ、ココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この間ですね、藤原さんと岐阜に行ってきたのね、ちみかまさんに。その時にちょっと雑談してる中で、ピーラーあるじゃない、あれって溶けるんですよっていう話が出て、でそれずっと気になってたから、ちょっとやってみてほしいなって思って。そんなライトな感じでライトな感じでお呼び立てするような人じゃないですけど、はい、いいですかって言ったら、いいですよって言うから、今日は藤原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いえいえ。今ね、コココロの包丁と砥石も製作中でして、藤原さんは今一生懸命砥石を削ってるんですよ。そんな藤原さんに今日はピーラーを。そうなんですよ。この間もちょっと話したんですけど、もうハモンドというハモンドはもう基本的に全部研げるみたいな、はい、長く切れ味が続く続かないは別にしてよければっていうことで、はい、なので、まあ、ピーラーももちろんですけど、はい、ピザカッターとか、はいはい、よく頼まれるのが、あの、はい、生ハムのもう電動のスライサーの大きなこんな刃とか、こういうやつできるようになったら、はい、まあ、喜んでいただけるだろうなっていうので、いろんな挑戦はさせていただいてるんですけど。いや、そうですよね。いや、藤原さんにこうたびたびお話しして、包丁を研いで切って、包丁の切れ味で味が変わるっていうのを我々はもう視聴者さんたちも知ってるんで、はい、まあそう考えたら当然ピーラーも切れた方が使い心地も良ければ味も変わってきますよね。ということで今日はちょっとかなり使ってます、10年近くの付き合いになるピーラー、もちろん使いも研ぐなんて考えたことないですよね、はい、そもそも買い替えるぐらいですね、はい、これをちょっと教えていただきながら解いてみようと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ココカロスケッチ。じゃあ研ぐ前の切れ感というのを、はいはいはい、まず人参から、はい、まあでもいや、このピーラーも結構いいピーラーなんで普通にいけるなって感じですよね。あとはキャベツの千切りにこう使ったりしますよね。聞いたことありますけどね。俺もあんまりやったことないんだよ。ないよね。うん、あーきつい、あーちょっと厳しいですね。これちょっときついかなって感じするね。でも通販のトップとかではさ、ね、やってるよ ねキャベツするだけでザクザク、ね、シャラシャラですみたいな。うんうんうん。ではいけるよね。いけるよ、いけるよね。そうです、うん、同じですよね。はい、はい、はい、普通に、はい、むしろこれリンゴピーラーの方がさ上手に剥けそうじゃない、これ包丁より。焼かないよやらないからさね、これを、はい、まあ使えるっちゃ使えるっていう感じですよね、はいはい、でもまだいけるんじゃないかっていうことでちょっと藤原さんにお願いしようと。これを研ぐにあたって藤原さんにこれで研ぎますって言われて買っておいたものがですね、こちらなんですよね。ラッピングフィルムシート。知らない。僕も知らなかったんですよ。これはつまりあれですか、紙やすりのめっちゃ細いやつっていうことですか。そうなんですよ、はい、すごくフレキシブルなんで、はい、厚みも薄いしすごい柔軟性が高いんで、うんうんうん、扱いやすいんですよね、うんうんうん、これ色によって番手が違うわけですね。そうそう、これ4000、8000、1万5000って。紙やすりをどうやってカットするのって言った時に結構ハサミ傷んじゃうっていうのが結構あるんですよね。確かに。そう、俺が普段使ってるこのいろんなとこ磨くのに使ってる耐水ペーパーですね。400番、1000番、はい、1500番、2000番。でまずこれをどっかに固定するんですよね。ですよ。普段は万力かなんかで。そうなんです。普段万力があって万力にどう固定するっていう感じですか。こことここ固定しちゃうんですよ。あ、なるほどなるほど。状態で、はい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 、ここで固定するので。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、これもカタカタ動かないようには実際なるのは。あ、ここをね、こうだこう。俺さ、いや、どうやって固定できるかなって思ったんだけど、まあ別にまあ段ボールでもなんでもいいですよね、はい、これにこうこう固定するみたいなのでどうすか。大丈夫ですか、はい、ここはさすがに僕も未知数。そうですよね、うん、じゃあこれでそうですね。でラッピングフィルムを切らなきゃいけないんですけど、はい、あ、なるほどなるほど。多分この間を通るので、はいはい、この細さまでちょっと小さくカットしないと多分この間通せないと思うので、はいはいはい、とりあえず開封。あ、なんかちょっとザラッとしたフィルム。全然削れるんですか。全然ツルツル、はい、サラサラぐらいですね。これをここから通していきます。はい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 。あとはもうこのままグッと押さえつけながらこうやって動かしていっていただいて、こんなんで、研げていくはずです。多少斜めになろうが、うんうん、そうですそうです。あの刃に対して若干角度がついた状態で削れてるので、うん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 、研いでる面積って実はものすごく小さいんですよ。刃全体を削ってるんじゃなくて、はい、ピンポイントで一番先端のみ鋭利にしてるので、これぐらいのメンテナンスから別にね、自分で、うん、できるできる。月1なり週1なりやっても、うん、そんなに角度気にしてとかじゃないですもんね。そうですね。多分大西さんがちょっと見ていただいたら、はい、一番先端だけ若干ちょっと色が変わってきてるの見えるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうですね、そこだけ研いで、はいはいはい、包丁のコバみたいな感じになってる。なのでまあ場所変えて、あとはこうやってずっとやっていただければ。はい、これもぐらいやるもんですかね。どうでしょうね、そのやっぱりあの刃物の摩耗度合いにもよるので、一概にはね、まあ、当然包丁の研ぎの時間も同じなんですけど、はい、なのでまあ理想で言えば、まあ、紙ヤスリでちょっと粗めのやつでもささっと通しておいた方が絶対的にまあ早いのは事実なんですけど、もう数が増えれば増えるほど、あれピーラー買った方が良くないですかね、やっちゃうので、まあ確かにね、はい、まあ、できる限りちょっと少ない数でっていう風になると、まあ4000番ぐらい1枚あったら、その美味しさの部分をかなり兼ね合っていただけるんじゃないかなっていうイメージかなと思いますね。じゃあ一回ちょっと外してやってみましょうか、はい、じゃあそれじゃあ研いだピーラーで人参いってみましょう、はい、お、あ、すごいスムーズだし、断面がツルツルしてる、滑らかになってる感じがしますね。おー、なるほど、うんうん、でリンゴ、あーあああ、なんかねやっぱり断面がみずみずしいな。どれ、ザラザラしてないですね。うん、でキャベジンは、ああ、でも可能性を感じる、うん、いけそうな気がする。繊維の方向さえ間違えなければ、うん、まあでもこれぐらいでも十分やりやすくはなってるけど、うんうんうん、まあ今日はせっかく動画なんで行けるところで、はい、行ってみましょう、行ってみましょう、はい、次逆に、はいはい、若干盤で1回落として何段階、おー、なるほどなるほど、1000いきましょう、1000からいってみます、はい、1000番から、はい、1000番ですね、はい、それであればという、うん、もう、うん、あの余力があって、はいはい、ぜひめっちゃ切れるようにやってみたいって、これ変態コーナーですね、ここからも、じゃあ、はい、こだわりかけな、はい、もう一回もう完全にリセットしたいですっていう方はここからいけるとも理想ですよね、はい、なのでもう全然音が違うので、あ、確かに、これ当然支えてる下も削れるから、若干そうですね、この辺注意してほしいですよね、はい、奥さんに絶対怒られるからでもうこの流れでまた今度4000番っていう感じでしょうかね。でこれあの耐水ペーパーも同じなんですけど、はい、同じとこばっかり使っててもやっぱりもう塗布されてるあの粒子がちょっと少ないので、はいはい、あの場所できる限り変えながらやっていただくと、はい、あのいいのかなと思いますね。なるほど、ここで一旦やってみると、はい、もうここで変わってる可能性が、あ、だいぶ滑ってるような音がしてます、ね、いやそうだね、あ、あ、もう、うん、違うだいぶこれは、いや音が変わった感あります、うん、だし薄っ薄いよこれ。あ、しかもこれなんで水出るんですか。いや細胞壊してないから口開きっぱなしなんだと思うんです。あ、なるほど、潰れてないんだ。切られたことに気づいてない、切られたことに気づいてないあ、あ、なんかね、いい音するようになったね、うん、滑らかだね。いやでもこれでもだいぶ人参とリンゴの音がもう、いやそうだね、次にちょっと分かりやすくするために最後まで行ってもらえますか。一番いけるとこまでね、正確に、はい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 、これは8000番ですね。もうこれやばい領域ですね、やばい領域に、はい、そもそもピーラーを8000番のこんなので磨こうっていうのはちょっと変態のどうかしてるよね、変態の所業っていうか、はい、今僕こっちで1万5000番これね、はい、今ちょっとボケてますけど触ってるんですけど、うんうん、両方つるつっすよちなみにあのこれ粒度が書いてあるんですけど、はいはいはい、読んでいただくと笑えますよね。ミクロン1000分の1ミリの単位で、あの大きさが書いてあるんですよ、塗布してある。さっきのやつの10分の1だ、さっきの3ミクロンですよね、はい、4000番、はい、これ0.3ミクロンです。あ、それはツルツルでしょう。そしてこれ1万それツルやってちなみに、はい、男性の方で好きな方はぜひ遊んでみていただきたいんですけど、はいはいはい、この1万番も超えてくると壁面に起こるのが何があるかっていうと、はいはい、すぐ切れなくなります。へえすぐ切れなくなります。じゃあもう毎日スリスリしたい感じになるんですね。そうなんですね、もう歯がまっすぐに揃いすぎて、はい、ちょっとでも歯が潰れるとあのもう引っかかりがなくなってしまうんですよ。なるほど、これは包丁でもそうですか。あ、一緒ですね、はい、特にステンレスがそうなるんですよ、はい、錆びるって悪く感じるかもしれないんですけど、はいはい、錆びることによって、まあ、溶けてるっていうふうにもちょっと言えるんですね。なるほど、その先っぽのそのごく先端がっていうことですね。そうなんです、とすることによって実は切れ味復活するんですけど、あ、ステンレスはその復活要素が排除されてるので、はい、もう最初が一番切れ味のピークでそこから低下しかしないんです。じゃあすぐ滑るようになっちゃうみたいな、そういうことな感じですよね。あ、どんなものか、あ、どんなものか分かんないから、番行ってみましょう。お、いや、もうさ、お、薄すぎてさあ、それ鰹節みたいになってるんですけど、すごっ滑らか。リンゴちゃん、はい、あ、
ああ、もう音が変わってきてますよね。うん、大丈夫、切れすぎて怖いやつ。いや切れすぎて、いやそのね削り節が薄いんだよね。節じゃねえ。はいはい、どうですか。いいね。ああこれでもさ、うん、いやこれだって食えるもんね。ああ食える食える。いやこんなのさ、うん、誰でもこの細さでふわふわできるんだったらこれの方がいいじゃないですか。こんなに水出る。すごいね。そんなにジャビジャビですよ。でもこの水出るのは、はい、切れ味悪かったら逆に出ないってことですね。そうですね。でえぐいと思います。はあ、ちょっと いただいてみましょう。いただきましょう。あすごい、はい、すごいふわふわだね。あこれうまっ。あんまみずみずしさがすごい。これ家ではできないキャベツですよこれ。そうですね。どうやってやってるんだろうって思ってたもん。これちなみにあれだから俺のレモン用の、うん、切れてるけどね。まあね、変な味する、うん、薄い。美味しくない、うん、キャベツのね、うん、あ青虫の匂いするよね。人参節からいってみるか。はいはい、うん、まあウサギ好きそうだなって感じですね。そう、動物が食べそうなんですよ。うん、うん、こんなもんですよ、うん、こんなもんです。うん、うん、でうわっ、滑ってんだよね、だからやっぱりすごい切れちゃって、うん、でびしょびしょ。あほんうわっ、この汁がまずうまい。めっちゃうまい、ね、めっちゃ美味しい。リンゴじゃないこれ、マジでフルーツみたいな。ほんとだ。いやほんとにでも包丁マックスで切れると、うん、人参だと柿食べてるみたいな、うん、あ柿だね。なるほど、確かに。これ俺お店再開したらおつまみで出そう。これはやばい。いやマジでやばい。もうだって噛む前から美味しいんですよ、うん、もう下に当たった瞬間に液がうまい。液がうまい、うん、ザラザラリンゴ、美味しいリンゴです。ちょっと酸っぱい感じしたかな、はい、うん、そうかもね。なんか違う食べ物見えますね。なんかね、ポテトチップスみたい。いや違う種類のリンゴですよ。果汁の量が違う。こんな薄いリンゴを食べたことないよ。これでバラの形とか作って出されたらもうスイーツですよ。 うわもう果汁で口いっぱいになるもんね、リンゴの果汁で。一番美味しい食べ方だ。花みたいな匂いと味は、うん、こっちの方が全然感じる。うわ上品な。これ一つだけものすごく注意しておいていただきたいのが、はいはいはい、例えばさっきの切れるピーラーでキャベツの千切りしましたとか人参の千切りしましたって時に、水洗いしないでほしいんです。あこれそうですよね。キャベツ切った時に水につけてシャッキリさせるっていうテクニックあるけど、水洗いって切れない包丁には有効なんですけど、うんうんうん、切れれば切れるほどネガティブな雑味って言われる、まあ、苦味とかえぐみとか酸味とか苦味とか、はい、そういったものがほぼ出ないので、はい、そうすると一番美味しいところの味全部水で流しちゃうんですよ。なるほどなるほど。だからねちょっと飛び散らなければ最高なんですけど、うんうんうん、もうとんかつ揚げたての横でその場でキャベツ削って出してくれたら最高ですよね。そうっすね。いやだってさ、さっきはさ人参のさ周りについた液飲みたいもん。あれ絶対流れるもんね、当然ね。そうだよね。じゃあそれこそ味しないみたいな感じになっちゃうってことですよね。さらしたりしちゃうと、うんうんうん、はい、ここコロ包丁も一緒ですからね。いやそうですよね。もうこだわってさらにトイレトイレってやればやるほど水にさらさないようにしていただいた方が本当いいですね。いやーすごかったです。いやすぐ切れなくなる言うても今のやつやったぐらいでどうにかなるっていう感じではなさそうですね。そうですね、まあ、普通に一般家庭で使っていただく上では、うん、まあ、毎日使ってもまあ10日ぐらいは多分全然1万5千番がっていうことですね。そうですね。じゃあもうそれこそもう毎日もじゃがいも剥いてる人とか給食のところとか、はい、そういうところはもしかして1000番とかでこうピッてやってみたら、はいはい、全然この効率変わったりするかもしれないですね。まあ、全然違うと思いますね、はい、しかも美味しくなると。番手を上げれば上げるほど、番手を上げれば上げるほど美味しくなるっていう、いやーまたすごいことを、誰も発信しないようなことを発信してしまいました。でもなんかそのやっぱ切れ味が変わるを包丁で試すより、うん、ピーラーとか試しやすいんじゃないですか。あー確かにね、砥石代わりのこのシートも安いし、ね、うんうんうん、ピーラーだったら家に絶対あるし。あそうだね、試しやすいですよね。いやこれでねリンゴと人参やってみてほしいですね。いやリンゴと人参やってほしいね。いや藤原さんで今こうやってこういう風に話してる刃物の真実っていうか、あの藤原さんのこの思いとか持ってる知識だけとかを本にするんですか。そうですね、一応私もあの監修という形で3冊出させていただいた中で、そこそこちょっと実績ができたみたいで、はいはい、藤原正史が書く本を書いてみないかというお話を、はい、いただけるようになりまして、はい、今のところ予定はいつ頃ですか。一応3月に出版予定ですね。はい、2年3月。全部の料理変態注目の本になることは間違いありませんね。ぜひね、美味しい切れ味っていうものをね、はい、ちょっと体験していただきたいですね。いやそうですね、また我々もこれをこう伝えていきたい
ください。いやぜひぜひ。次回はどんなことで呼ぶかわからないですけど、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。それでは皆さん、チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。そして日本包丁研ぎ協会、そして築山義隆刃物店もよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。ココロウェブオンラインレシピとレンジ計算機好評稼働中、オンラインサロンもやってるよ。コココロチャンネル、チャンネル登録グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。